ファイト小林真奈蔵 VS イ・ドギョン。それではただいまより本日のセミファイナルマッチ第10試合、これから行われます本日のセミファイナルです。フライ級スーパーファイトフライ級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。青コーナー161センチ、 51.85キログラム、 韓国チームサイコピットグループ所属、 MKF クイーンズカップトーナメント優勝、 KTK フェザー級王者、イードギョン。4年前の借りを返すために今日はどんな戦いを見せるのか、韓国王者のイードギョンです。赤コーナー158センチ、 51.7キログラム、日本ネクストレベル渋谷所属、ライスクイーンフライ級王者、小林メナゾン。世界を知ったチャンピオンは果たしてどんな強さをこれから身につけていくのか、初代ライスクイーンフライ級王者小林メナゾンです。さあ、この試合解説はブラックパンサービーノア選手、宮崎小雪選手、お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは宮崎選手にお話したいと思いますが、はい、小林真奈蔵が世界を戦ってまた帰ってまいりました。そうですね、すごい楽しみですね。4年前に対戦しているの で、はい、でまあ、その時勝っているので絶対負けられないっていう気持ちもあると思うんで、そうですね、はい、強さを見たいなって思います。メイナ選手、また4年という歳月がお互いにどういう成長を見せるかですよね。まあ、4年はもう全然変わってると思いますしね。変わってるでしょうね、もう本当に、まあ、ルールも違うんですよね、その時は。そうですね、その時にはノックアウトでの対戦でしたので、第一の対戦ではないですね。また全然その時のはなかなか参考にならないかなっていうふうに思うんで、はい、まあ、初めてのつもりでというか。そうですね、まあ、4年あったら小学生が高校生ですからね。そうですよね、これはもう全然違います。全然違いますね、はい、やった接近戦パンチ打ち込んでいきます。小林マラソン、お互いに右のグローブを引いているオーストスタイルです。身長では158センチの小林、そしてイートギョンが161センチ、いいコンビネーションですね。上背ではイートギョンの方が上回っています。さあ、とにかくパンチは自信を持っている小林マナゾン、逆にイートギョンとしても空手をベースにしています、蹴りが得意としています。いやー、ライズ女子盛り上がってますからね。また一つこうやってどんどんとこう世界から選手が来ると盛り上がっていきますよね。そうですね、盛り上がっていきますし、まあ、やっぱあの女子は男子に比べて選手層がやっぱ薄いくなってしまうと思うんで、まあ、その中でこう海外の選手が来てもらえるっていうのはすごい大きい出来事だと思います。大きいですよね、はい、第1ラウンドも早くも一歩も残り切ろうというところも来ました。いやー、リードブローが伸びています。小林です。ここもしっかりとパンチ、それからキックを混ぜていきます。小林うまくジャブドローを入れてますね。ここは前蹴り、そしてパンチ、コンビネーション上下に打ち分けていきます。小林マラゾン倒しに行ってますね。パンチキック、いや、この辺りのコンビネーション宮崎選手どうですか。あ、上手ですね。マラソン選手、昨日の会見でもあのパンチを磨いたというふうに言ったので、はい、その成果が出てるのかなと思います。いいコンビネーションを見せています。左ボディすごいですね。そうですね、左ボディ当たってますね。あ、そしてマラソン捉えていきます。小林マラソン、よしよしよし、そして接近戦、マラソン選手の左のインローも当たってるんで、後半効いてきそうですね。ベイナシャンス、その後もチラシのあたりも結構できてますよね。そうですね、うまくボディロー、そして顔面ジャブと打ち分けて当て続けてますよね。はい、あ、左側、ここで第1ラウンド終了です。本日のセミファイナルスーパーファイトフライ級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。小林真奈蔵対イ・ドギョンの対戦、
ライズクイーンの小林マラゾー対韓国チャンピオンのイ・ドギョン。第1ラウンド、宮崎選手、どういうふうに感じましたか？あ、そうですね、小林選手の、ヒットだったり、パンチが良かったかなと思いました。上野選手はどうですか？こういうピッチャーとしては女子選手で意識すると思うんですけど、僕も実はマナド選手と同じです。マナドあんたリーナも結構高かった。リーナは世代なんですね。1996年、そうです、26歳の小林マナド。さあ第2ラウンドが始まりました。ゴールドのトランクスが小林マナド、そして黒いコスチュームが韓国チャンピオンのイ・ドギョンです。ここも相変わらず的確にパンチを出していこうという小林マナゾー。インローいいですね。さあここも打ち終わり、パンチからミドルにまずつなげていきました小林です。そして前蹴り、この辺りは冷静にしっかりと相手が見えています。この4年で本当成長とかいろんな経験していると思いますからね。当然そうでしょうね。海外行ったのもそうですし、ベルトも取ったのもそうですし、しかも小林真奈は寺山ひなた、ティファニー・ファンスーソと本当に強い選手と戦って、この2試合でもかなり成長した部分あるでしょうね。あここもローをしっかりと混ぜていきます小林真奈。小雪ちゃんとしては意識するんですか、はい、同じ女子選手として。あ、そうですね、まとめていきました小林マラゾー。すごい参考にする部分もありますし、マラゾー選手何回か一緒に練習させてもらったこととかもあって、すごく刺激になりますね。あ、ハイキックも出していきます。いや、ここまでのこの攻撃のバランスは宮崎選手どういうふうに感じますか？はい、すごいバランスいいと思います。上下に振り分けたり蹴りパンチってできてるんで、マラゾー選手はすごくいい展開に持っていけてるのかなと思いますね。ドギョンのこう内もものあたりもちょっと色変わってますよね。そうですね、腫れてきて赤くなってるんで、そうですね、このインド強烈です。しかもここまでほとんど小林も攻撃もらってない感じですよね。そうですね、あんまこの、まあ、後が上がってくる展開はないのかなって思います。あ、ここは久保さんでの2回攻撃になってしまいました。ここで一旦口頭注意が与えられました小林です。バチッと大きな音が響き渡りました小林マナゾー。冷静に前足も蹴っていきました。そしてワンツー。いや、冷静ですね。まっすぐのパンチ厚いインド厚で的確に削ってるんじゃないですか。はい、いや、しっかり削っていくんですよね。ここもボディ、ボディからかって、いや、このコンビネーションだ、綺麗に決まっていきます。宮崎選手、この辺りのコンビネーション、はい、いいですね。いいですね。ドギョン選手もボディちょっと効いてるのかなっていう風に思いますね。ボディ先ほどから何発かいいのが入っています。小林マナゾジャブ、左が入ります。相手を抜いて最後は右を打ち込んだところで第2ラウンド終了。セミファイナルスーパーファイトフライ級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。小林マナゾーがイ・ドギョンに対しまして冷静に試合を進めています。今ね、今も距離分かる、相手何もしてこないじゃん。16勝のうち3つの KO が含まれています小林マナゾー。いや、この辺りのラッシュ、宮崎選手どういう風に見ましたか？いや、しっかり上下に打ち分けられていて、マナゾー選手もやりたいことができているのかなと思って、マドミオンは相手が嫌なためにというかこうブロックする展開が多くなっちゃうので、はい、その中でしっかり返していけるといいのかなと思います。ラストね、やりたいことがしっかりできているっていうところですかね。そうですね、マナゾー選手はそういうのがあります。さあ第3ラウンドに入ります。
ゴールドのコスチュームが小林真奈、そして黒いコスチュームがイ・ドギョンです。全部攻撃痛そうですよね。レンガ選手本当にあの完璧なこう組み立てですよね。いやそうですよね、ジャブ、ボディ、前蹴りと、はい、そしてワンツー、ね、やりたいことを3点やってるって感じがしますよね。ロックを混ぜていきます。このインローです。かなり内ももが色が変わってきています。イドギョン、こうなってくると宮崎選手、やっぱりこう、はい、ダメージというのも蓄積してきますか。そうですね、結構左足が赤くなってるんで、痛いだろうなと思いま す, です、ね、はい、そしてボディも打ち込んでいきます小林です。あーコーナーに追い詰めていく、細かいパンチを打っていく、そしてバディを取られていく、いや、まとめる、まとめる、小林さんも膝が落ちる、プロ、2月号、本庄、本庄、2月号、プロ、2月号、東京は2月号、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 いや宮本選手、このコンビネーションどうですか。いやー、本庄さん、本庄さん、相手にクリーンにさせないような距離を保ちつつ打ててるみたいな。本当に効いてますね、効いてますね。マジマッカジ、マジマッカジ、レイナ選手、かなりの勢いでした。いやー、ボディって痛いですからね。ボディは痛いですよ、ボディは痛いですよ、しかも、ダメージ抜けないって言いますよね。そうですね、これ蓄積しますから、ずっと痛いと膝も前蹴りも行くような前蹴りも距離取るっていうのは結構効くような前蹴りなんで、3点取りました。そうですね、打撃かなり出ました。イードギョン、いやでもダウン取るまで攻め切りましたね。攻め切りましたね、全然緩めなかったですね。この勢い、このラッシュです。小林真奈ぞ、いや、かける思いも見えますね、この倒そうっていう。おい、ちょっと宮崎選手は迫力かなり増してるんじゃないですか。いやすごい、海外を経験したとかもあって、すごいこの数戦で強くなっていると思いますね。ラスト30秒、だから本当に何を経験するかっていうのが大事になってきますね。そうですね、このまままとめていくか。サンディングランを取った後、第3ラウンドの残り10秒、膝がいい、もちろんもちろん取っていくか。剥がれ際は相手を逃がしません。ラスト10秒、膝を返していきました。残り時間が10秒切っています。第3ラウンド最後はミドル、はい、もう打ち込んで試合終了。これを見てやつの終了を決めていきましょう。ダメだなという話も今ちょっと聞こえましたけれども、はい、やっぱそこはこう倒し切りたかったんだろうなというのはすごく伝わりますし、そういうことですね。そうですね、まあ、そのただ勝つだけじゃダメなんだなというのは真奈選手が一番強く思っているのかなとは今の一言で感じましたね。勝つのは当然、そしてその勝ち方というところにもこだわっていきたいということですかね。そうですね、はい、ジャッジ小川30対26、赤小林4ポイント差で小林、ジャッジ北尻30対26、赤小林、こちらも圧倒的、ジャッジ豊田が30対26、赤小林、以上3対0の判定をもちまして勝者小林真奈という状況を受けました。小林真奈のいい土俵を勝ちました小林選手には上本の試合も行った今にファンクスことを本当に連敗をしていましたが、きっちりと監督王者を務めてみせました。2連敗からの再戦、韓国のイ・ドギョンに対しまして判定3対0で勝利をものにしました小林真奈です。イ・ドギョンとしてはなかなか自分でやりたいことができなかったかもしれません。大きな拍手の中帰っていきます。そしてこちらの小林真奈、
や最後は宮崎選手非常にいいラッシュを見せましたね。そうですね、なかなかこうずっとあの終始打ち続けたり蹴り続けたりして、気持ちがやっぱ強いなと思いましたね、はい、さあコメントいきましょう。小林真奈選手にコメントをいただきます。こんにちは、こんにちは、ネクストレベル渋谷ジムの小林真奈です。本日は平日の中、応援に来して足を運んでくださり本当に感謝してます。ありがとうございます。やっぱり相手選手も気持ちが強かったっていうのもあるんですけど、やっぱり倒しきれないちょっと自分 の技術ブロック不足がすごい痛感しました。だけどここからちゃんと仕留めて世界まで登っていく真奈をこれからも応援してもらえたら嬉しいです。一番はライズ女子の強さを本当にこれからどんどん証明していきたいってすごく強く思ってます。なので内容にもう少し説得力のある試合をこれからどんどん続けていきたいと思ってます。あと本当は KO して言いたかったんですけど、同じジムの琴美選手が、K1 の方で、成り上がってます。今はちょっと諸事情で試合ができないんですが、琴美選手には私が K1 の方で駆け上がって世界まで行ってもらって、私はライズの方で駆け上がって世界に行って後々はトップでも拳が交えれたらいいと思ってます。戦う世界は違うんですけど、絶対リングに上がるって信じてるので、皆さん、まあ、私もですけど琴美選手の応援もこれからよろしく注目していてください。すいません長くなって申し訳なかったんですが、最後のメインも楽しんでいってください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。